だストイコのあのジャンプの余韻が残っていますリンクに。にこやかにフランスのエリック・ミロが登場しました。テクニカルで5位。残っている演技者は2人です。っていうのはないんですけどもね、非常にジャンプの軸がまっすぐですからね、はい、シャープですね。トリプルアクセル、両手をつきました。トリプルルッツ、ダブルトーループのコンビネーション。オリンピックでも7位と健闘しましたフランスの代表のミロ。今のセカンドジャンプはトリプルループですね。ループですね。トリプルフリップからトリプルループのコンビネーションでした。はい、エッジ系のトリプルトリプルのコンビネーション。ちょっと着地は乱れましたが、素晴らしいトライを見せました。やはりトリプルトリプルのコンビネーションをね、する選手はあのセカンドジャンプトリプルトーループが多いんですけども、このトリプルループにしたというのはね、非常にね難しいんですね。まあしかしこれを見てると伊藤さん、本当に限りなき挑戦ですね。そうですね、本当に、4年後の長野オリンピックがありますが、どこまでその技術的にレベルが上がってしまうのか心配ですね。もう小川さん、これはもう4回転は本当にこうほとんどの選手が、これも大きなジャンプですが失敗、ほとんどの選手がトライしてくるような時代になりますね、きっと。そうですね、4回転単独でなくなってしまいますね。そうですね、コンビネーションに入れてくるようになりました。まあ、かつては伊藤さんがあのトリプルアクセルをね、あの成功させて、まあジャンプの伊藤と言われたんですが、まあとにかくトリプルアクセルをコンビネーションに入れるようになったのがつい最近ですからね。素晴らしいトリプルループ、はい、五輪、オリンピック後とはいえね、やはりオリンピック終わってもやはり世界選手権があるということで練習してきてますからね、疲れはあるものも、体調はみんないいような気がしますね。そうですね、はい、やはりこの世界選手権にかけて気持ちを収集させてきた各選手 のフリーにかけた演技です。最終グループはあの簡単なジャンプで逃げないで、どん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 あの難しいジャンプで攻めてきてますよね。そうですね、これも綺麗なアクセルです。予選で滑ったフリーでは最後のまとめにもトリプルを2つ入れているミロ。
リプルトーループ。最後トリプルでジャンプを締めくくりました、フランスのエリック・ミロー。場内から本当にこう大きな拍手をもらっていますが、自分でも満足そうな表情で4分半の演技を終わりました。